前は運命に導かれている。こ、あ。ゴルムレイス、もう時間がない。戦いは。ダースセンセアルティファクリ。アルドインの支配が今日復活する。しかしその勇気は讃えよう。クリフ・ボス・アクリン、虚しく死んで行け。スカイリムのために。素晴らしい日だとは思わないか。その刃を血で染めるほか何か策はないのか。残りはどこだ。下の戦況は不利だ。アルドゥインが動かなければ全てが無駄になるかもしれん。心配しすぎだ。どうしよう、勝てるさ。なぜアルドゥインが出てこない。あんたの策に全てがかかっているんだぞ、ご老人。やつは来る。我らの抵抗を放っておくはずがない。それに今さら我らを恐れるとでも。やつには大きな痛手のはずだ。今日ここだけでやつの身内を4体も倒している。しかしアルドゥインと戦って生き延びた者はおらん。ガルソルもソッリもビルキルも。やつらにはドラゴンレンドがない。引きずり下ろしさえすれば必ずこの手で首を取る。わからんのか。アルドインは弱きドラゴンのようには倒せぬ。奴の強さは桁違いだ。だからこそ清掃の書を持ってきたのだ。フェルディル、それは使わないと決めたはずだ。納得はしていない。それにお前が正しいならそれはいらんだ。ダメだ。今ここで我ら自身の手でアルドインに立ち向かうのだ。すぐにわかる。アルドインが来るぞ。ソブンガルデで見守る者は今日この場にいる者を羨むだろう。ジョール、その聖なる息吹を与えたまえ。聖、世界を食らう者よ。お前自身のように古き骨の言葉によりこの時代に迷いを宿らせる者を打ち砕き追い払わ。消え失せい。最後の人が倒れる
まで叫び続けるトールくん、聞いた、やったぞ。ああ、世界を喰らう者は消えた。我らが魂に精霊たちの加護のあらんことを。この腹はお前の同胞たる調味料の者たちの魂が詰まっているぞ、ドバーキ。死ね。そしてソヴァンガルデで運命に従え。ロストフンド、遅すぎたのだ、アルドゥイン。ドバーキン、知っているのならドラゴンレンドを使え。スレイキン。死んでしまえ。ウンスラードの機能が大きく知れ。
ことはできぬ。お前たちに勝ち目はない。我だけが生き延びるのだ。上妙の者よ。お前にはまさにドワーの声が備わっている。これでアルドウィンの仲間も考え直すだろう。リリブラヒンモロー。その通り。これは本当のクロンブラー勝利ではない。しかし古来の英雄でさえアルドウィンと直接対決して倒せた者はいない。アルドウィンは常にパーローク、自分の力に溺れていた。渦間があるパール、自分は生まれながらの支配者だと考えていた。これで奴に仕えるドブの忠誠心も揺らぐことだろう。奴の仲間が教えてくれるだろう。元マフース。だが奴を裏切るよう説得するのは容易ではあるまい。おそらくホワイトランのホフカー・セジュン、宮殿、ドラゴンズ・リーチなら可能だろう。あれは元来、捕らえたドバーを入れるために作られたものだ。アルドウィンの仲間を捕らえるには、いい場所ではないか？そうだな。だがお前のスームは兄弟だ。お前なら彼を説得できるだろう。そう、もちろんずっ
と昔だがね、あの頃は一族の数もずっと多かった。ブーンニー家、赤ビリが現れて我がゼイマーを皆殺しにする前のことだ。あの頃はよく彼のもとを訪れたものだ。囚われ孤独から正気を失いそうになっていたよ。テラーズ・シヴァース、彼は自分の名前さえ思い出せなかった。彼がなぜ捕らえられたのかはわからん。だがあのブロンジュン市長はそんなペットに満足していた。パーク、そのホフカー・セジュンは以来ドラゴンズ・リーチとして知られている。どの言葉が心に響いた、ドバーキ。ファスカ、フェイ、いいか。それと、お、夜。